前の動画にも挙げたんですけども、はい、模擬試験という形で、はい、やはりあのかなり手間暇かけて、はい、ええ、立ち見ならではということで、ええ、他の旅行もやってないんじゃないかということで、ええ、あの実践に、ええ、いわゆる合わせた形でやったらですね、はい、これはなかなか好評だったんですよね、ええ、そうですね、ええ、あの、生徒にはですね、あのフィードバックって言って、あの毎回の授業をあのの感想とかですね、あの書いて出していただいたりしてるんですけれども、その生徒さんの中にですね、あのいつものプリントとは違っていつも使ってるプリントを1枚にまとめたり、あのこう簡易的にあの、渡したりはしてるんですが、あんまりこう 何枚にもなるとみんなかわいそう、かわいそうというか負担だろうなと思って1枚ぐらいにまとめているんですが、いつものプリントとは違い、本番に近いプリントは、紙をめくる回数が、ね、増えて焦ってしまうなと思ったっていうあの感想を書いてくださったあの生徒さんがいるんですよ。だからこれはすごい非常に、あの重要な感想だと思います。その実際にあの本番にですね、あのこう紙をめくるっていうその行為を模擬的にこの予備校でやるという、やってるかやってないかでは本番に臨んだ時の緊張度って全然違うんですね、はい、で緊張度が違うってことは出来も違うってことなんですよ。もちろんあの心に余裕がある程度余裕が少しでも余裕があって問題を解いた方が、あの正解率も上がりますし舞い上がることもないですから、だそういう意味であのその模擬試験っていうのはその内容だけではなくてその形になれる、その試験を受ける形になれるっていうその総合的なあの意味が、大きな意味があるということを、またこの今回の模擬試験で自分たちも、学科チームもですね、あの再確認できましたので、また、これからもその模擬的な、演習、を行ってはいきますけれども、皆さんもですね、そのこの模擬試験をやってるっていうのはもう立ち見ならではですから、あの自分たちは強い、学科に強い予備校にいるんだという意識でもってこれからも頑張っていきましょう。ハニキャットムービー立ち見よろしくお願いします。お願いします。お願いします。